あんまり会社しないようにしたいなと思ってて、本当そこはみんなの個性を生かしながら楽しい、動物園みたいな会社になればいいかなというふうに思ってますんで、まあ、本当にそこに、ね、個々が発信できるような環境にしたいなと、まあ、そういう企業を目指していきたいなというふうに思ってます。今全国を回って VR を紹介する仕事をしているんですけれども、実際にこうやってかぶって見てくれた人がうわすごいっていう風になって、で、まあ、その感動をもとに山田さん僕たちも VR 事業やりますという風に社内を動かしておっしゃってくれた時なんかは非常に達成感を感じます。自分が作り上げたものが使われそれに対する反応を社内やクライアントユーザーから感じられた時に達成感を感じます。またゼロから開発することは貴重な経験でそれも刺激になっています。VR の撮影って 2D の撮影よりもすごい苦労する点が多くてですね、大変なんですけど、クライアントさんのですね笑顔を見ると本当にやっててよかったな、楽しいなと思います。各チームとても決定するのが早くてスピード感があります。日々すごく動きがあって発表事とかイベントもすごく多いので広報としてはとてもありがたく思っています。ジョリーユトにはですね、それぞれこう違うバックグラウンドを持ったエンジニアだったりデザイナーが集まってまして、でそのエンジニアとデザイナーたちが本当に自由にいろんなこうチャレンジができるっていうのが一つの、特徴だと思ってます。で本当に新しいハードウェアもですね次々と出てきてまして、でそのハードウェアに実際に触れることができるのも本当に魅力の一つで、ガジェット好きには本当にたまらない環境なんじゃないかなと思ってます。はい、全体的に穏やかでとても和気あいあいとしているんですが、業務に集中している場面もありとてもメリハリのある職場だと思います。 VR って面白いだけじゃない、ジョリーグッドの VR は世の中や世界を変える力がある、そう思ってくださった多くの企業の方々が今どんどん我々のパートナーになってくださってます。最高に刺激的で面白い仕事ができるジョリーグッドはそういう会社ですね。世界各国の VR 作品を作ってみたいです、このマウントで。あとドライブもしたいですね。新しいサービスを生み出すことはもちろんですが、ユーザーにさらに喜んでもらえるような画期的なサービスを作っていきたいです。今社員の皆さん非常に優秀でかつ個性的な方ばかりでお話しててすごい楽しいので、例えば新しくいらっしゃった方も含めてこういったところでランチミーティングとか、あとその交流会とかっていうのを定期的にやれたらいいなというふうに思っています。